おい、ドテチンいらっしゃい。あ、ドテチンいいね。サンボマスターのサムネなんだ。俺もサンボマスター大好きだよ、ドテチン。サンボマスターいいよね。走り出しても何もなかったろう。おいえ、それでも。やっぱあれだな、上級国民が住んでる土地は電波がいいんだよね。いや、これ本当なんですよ。お台場電波やたらいいんですよ。まあ、なんかいいやつ引いてんだろうな。海入っちゃってる。そう、海入ってんの？本当だ。水着じゃないじゃん。まあ着替えぐらい持ってきてんじゃない。おう。じゃなかったら足だけとか、半ズボンで。はい、ワドツーいらっしゃすい。げえ腰まで入ってる。そんな入ってんの？うわ。すごい。まあでも今気持ちいいだろうね、ちょうど季節柄。暑いからね。24時間やってるゲームセンターとかもあるでしょ。なんか意外と、胃が痛い？どうしたの？痛み止め飲んだから今日ぎっくり腰になりそうになって、16日に企画だから。そんなこと言うわけないじゃないですか。え、何？何アジさん。はい、ワトツ。転換持ってるからね、ロッホさん。言えないことって何アジさん、気になるんだけど。いや、そんなこと言えるわけないじゃないですか。そんなことって、全然そんなの思ってないんだな。いや、でも本当にかっこいいっすよ。ぜひ、教えてください。あ、クラフトか。かっこいいっすよ。いつね、本当にウェブカメラ出してもらえるとダメなんですか。左寄り？おい、レニアマンはどっち？再起動したら見れた。何を後ろ下がってんの？左寄りとか言って。いや、俺大丈夫よ、全然。俺毎日配信やってるからみんな知ってるでしょ。見たきゃ見れるっていう。ロアコさんだよ。ロアコさん、久々デート配信してまはす。い。お台場のんや。ロアコさん、眉毛全剃りしたのにもうそんな生えてんの？ そうあ、なそうの。なんですね。すげえな。え、だってあれからまだそんな経ってないよね。1ヶ月ぐらい。1ヶ月でそんな長いの？そうなの。やば。だか全剃りしてたもんね。ら、あれ、この旧石器はもしかして、ハゲてるとこのこ旧もう石器こはもんしかなして、に。何がもしかしてだもうちょっと、よ。もうちょっと俺の乳首舐めろって言いや、すげえなんか村山首相みたいになってる。ったんだよ。まだ施工されてないじゃん。剛毛だな。いや、もう汗かいててしょっぱいですよ、しょっぱいです。ロハコさん可愛いでしょ。だからうちでシャワー浴びていくんじゃん。そこでチュッパチャップスもするっていう。段取りどこ行っちゃったの？今日お迎えに行ったそこのあそこの住所でブチュチュとかされたんですか？うちつどこでしたっけ？俺とロアカさんキ朝ス？霞そうだ、どこ家にだよ、あロアるカさんの。あそこ、あ、今日行ったところの。ああ、そうなんですね。俺の一番強いポケモンだから。俺のポケモンで一番強いやつ。ロハポケモン。閲覧を叩き出すモンスター。叩き出すかな。閲覧たた持ってるでしょ、閲覧。立ち上がるとめちゃめちゃ、ローコさんちょっと立ってもらっていい？ちょっと、アジさん、隣に。あ、僕、何センチぐらいですか？169ですね。でも俺と変わんない。ロハコさんがいかにでかいかわかるでしょ？ちょっと待って。169だから俺とそんな変わんないの。ロハコさん、ちょっと、あれ？立てる、まっすぐ。あ、ダメ？今。これくらいでかい。俺が並んでもあんな感じになるから。もう、巨神兵って言われてる。ありがとう。人はさ、さださんじゃん。いや、ロハカさんもかなりでかいよ。大丈夫だって僕から見たらさださんこうだよ。ああ、まあ、さださんもでかいけどね。だからみんなに巨人症って言われてるもああ、さだは狭心症でしょ。すごいよね、遺伝子。
そう、あれ転換にもしなっちゃった場合は ベロを出せばいいんですよね。いや、廊下さんそのタイプじゃない。あ、じゃないですか、うん、タイプがあって、そう、そう、廊下さんは気絶するタイプだから、あの、か、何かかませなくていい。あ、大丈夫なんですよ、うん、なんか今一瞬ちょっと様子変、あのね、気性をファーって発しちゃう人とか、キーッとか言いながら倒れるタイプの人はかませないため。でも基本的に転換倒れてる人見たら、タオルとか割り箸は突っ込んだ方がいい。念のために、うん、そう、下噛み切っちゃうからね。過去に3人の転換持ちの方が出会ってて、僕は釧路、東京、羽田から釧路行く飛行機で転換を起こして大騒ぎになったことが、どっしょどっしょ、お医者さんいませんかってやったんだって、いなかったんだって、うん、しょうがないけどね、釧路まで行ったんだってたった2時間だからって、うん、そうなるわな。飛行機で目が覚めたのに、いやいや救急車乗ってくださいって乗せられて知らない病院まで連れてかれてそっから帰ってくるのが大変だったの。海入っちゃった、うん、いいんじゃない、海水じゃない。風船ありがとう、アミコ、風船ありがとう。すげえ、頭のとこまでだからもう、うん、パンツ1枚って感じ。海水パンツ持ってきたんだよ、うん、海宝さんの連絡先、海宝さんじゃない、ロコさんの連絡先海宝に送ったからスタンプ送っといてよ。あ、スタンプ海宝 DM 返ってこないってロハコさんが言ってたから、うん、スタンプ送りない今、海宝 Twitter の DM 送ったんだけど返事なかったんで、うん、忙しいのかな。はい、風船ありがとう、解放。高層ビルの谷間から海の向こう。風船10個ありがとう、エミちゃん。ねえ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 。うん？お父さん。お、どうした？カメラ向けないで。うん。これが解放じゃん。どれ？多分そうかな。これうん、多分そう。名前変えとかないとね。風はそんな強くないよ、少しあるけど。サイヤありがとう、風船アイテムありがとうね。アイテムみんなよろしくっす。じゃんじゃんください、アイテム、じゃんじゃんください、アイテム、よろしくでーす。そうだね、夜景綺麗だね。さや風船ありがとう。さや風船ありがとう。あじさん向こう行ったんじゃん。腹減んない？腹減んない？なんかね、あ、風すごい。ちょっと待って、わかった。多分ね。こっちだ。ちょっと待って、多分軽減できるから。あれ風の音すごい？そんなに風の音ひどい？風の音すごい？あー、そう、パソコンだからな、しょうがないんだよね。風船ありがとう、まいちゃん。サーヤもありがとう。うどんさんいらっしゃい。お台場歩こうか。解放ありがとう。嘘、 LINE とスタンプ送ってるって。解放が LINE とスタンプ送ったって。 OK、 かなり音拾ってるまあ海沿いだから海風があるんだろうね。そこのさ、階段気をつけて。俺ずっこけたから。ずっこけたよ、踏み外した。これ、うん、暗いから。アイテムだけありがとうね、サーヤ。たくさん飯食いてえな。もう一回食べて。あ、いいよ。アチさん、どこ行ったんだろう。どこ行ったんだろうね。車が心配で見に行った。うん、風船ありがとう、チョコ。ピアス光ってる。
ホタルガラス。どう、音静かになった？大丈夫。イケメン大学生消えちゃってる。あ、そりゃそうでしょ、ずっといないよ。この辺拾われたらイケメンだらけたんだろうな。案外みんなが思ってるイケメンが僕にとってはイケメンじゃない。うん、黄色い車は入ってこれんの？ね、警備会社だって。ん？警備会社。警備？うん。何を警備するのかな？いや、上級国民はやっぱ警備されてるんでしょ、普段から。でもここまで車入ってくるルートがあるってことなんだよね、警備。いや、多分特別に入れるんじゃない、この人たちは。多分だけど。まあ砂浜で泳いでる分には引っかかんないよね。まあ大丈夫でしょう。ここでもしこの柵越えて泳いでたら引っかかってるよね、多分ね、うん、腹減った。お腹ついたな。ね、なんかすき家とかさ食いたい。すき家とかあるかな。ないと思うけど、ナビが効かないんでさ、うん、もうさっぱりわかんないんだよね、行き当たりばったりさ。うん、カーナビあんだけど、カーナビの使い方知らないんだって。うーん、妹の車だから。カーナビなんか勝手に使えるでしょ。いや、僕もやってみたけど、できなかった。なんで？起動ができないの？起動してるけど、住所入力っていうコンテンツがないの。へえー。なんか特殊なコンテンツなんじゃないか。はい、こんばんは、ニート社長、いらっしゃい。あ、ニート社長も来るのか。ニート社長結構来るよ、うん。ニート社長とそっちのニート社長が同じな。和子さんいるじゃんって言ってるから多分そうだと思うよ。花火ありがとう。ミルキーパイさん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おお、解放ありがとう。解放花火ありがとう。ありがとうございます。花火あざーす。わらわらあんだ。ハムスター大丈夫って切って、うちハムスター買って、まあ、大丈夫でしょ。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。なんない、解放は。解放多分動物好きだよ。ハムスター好きでしょ、多分だけど。カップル多いな、本当に。カップルだらけだな。腹減った、マジで。ハムスター好きだって。カイホーさん、スタンプ来てない。カイホー、LINE 来てないってよ。カイホー、メッセージ送ったって LINE 来てないって。もう一回スタンプ送って、カイホー。放送一回切って、ロハコさんに LINE 送って、スタンプでも、カイホーですって送って、カイホーですって。社会元気だよ。うん。プレイリードッグも買ってた。いや、カイホー絶対、それ多分。カイホー、LINE 送って。来てないよ。これでしょ？サムネ一緒でしょ？和道さんに来てる。和道さんに来てる。何、和道さんに来てる？カイホー。じゃあ、俺が送ったの。これをクリックすんの。ほら、カイホー。なってるよね。なってる。あ、それカイホーだよ。僕の。もう一回送って。アイチさん、LINE の仕方がわかんないの？電話番号教えてくれないなら LINE して。あ、そうなんですか。電話番号全然教えられますよ。いや、ロハコさんがもう天然だけど、解放がひどいんだよ、ちょっと。解放がド天然だから。ド天然っつうか、まあ、キツガイ。天然っていうか、キツガイだな。
レディドッグ可愛いよね。そこ いい景色だな。絵になるね。肉眼すごい綺麗だよ。まあ当たり前だけど肉眼の方が綺麗。景色すごい綺麗だよね。もう一回送った？じゃあ今見てみるよ。どうこさん、今送ったって解放が。来たよ。来た？うん。じゃあそれでやり取りして。なんか和道さんと同じ。あ、じゃあ俺が作ったスタンプだからそれ。そう。だから買ったんでしょ、解放が。ラインスタンプ作ったやつがいてさ、あーいるよね、配信者、有名配信者をラインスタンプ勝手にしてる人いるよね。うんで、うん、僕がコピったって言われてっから、うん、こっちにはね、うん、作ってる動画があるから、うん、え、ロココさんスタンプあんの？あ、バカありがとう、先っぽ偽スタンプ、うん、僕そっくりだよ。え、それ今持ってる？見たいんだけど。ハゲおじさんで検索すればいい。ハゲおじさんで検索するとロハコさんそっくりのスタンプが出てくるの。うん、マーメイドスタイル。完全にパクってるやついる。 100% パクる。完全にリスナーが勝手にロハコさんパクってんだ。ハゲおじさんで LINE スタンプ検索してみて。ハゲはカタカナ。ハゲはカタカナ。ハゲおじさんで検索してみようか。車のとこ戻っていい？いいよ。え、もうあれ、ま、街は歩かないの？うん、具合悪い。マジか、戻ろう。だけど戻り方忘れた。結構歩いてきたんだよ、ここ。ハゲおじさんっていう。ラインスタンプがあるらしい。マーメイドス。え、てかこれロハコさんじゃん、ハゲおじさん。ロハコこれやばいでしょ。これロハコさんじゃん。これ完全にロハコさんじゃん。これロハコさんじゃん。完全に引用されてるでしょ。ハゲおじさん、マーメイドスタイルはびっくりしたわ今。完全にリスナーが作ってるでしょ。笑うでしょ、こんなの。ロハコ、インスパイアでしょ。あれ、どこ行った、ロハコさん。いた。笑うわ。マーメイドスタイル。マーメイドスタイルつうか、マーメイドだったし。完全にロハコさんインスパイアだよね。パクリっていうか、ロハコさんはキャラクターではないからね。あれ多分作った人、あ、ロハコさんつけてくれてる。そのまま後ろ見てて。うん。これあげたの。障害者のやつ。こうやって使うの。これロハコさんもしかしたら訴えたら勝てるかもよ。うん。まあ、訴えるのめんどくさいけどね。100円で、うん。100円で売ってるものはあえて民事訴訟をかけるっていうのはバカバカしい。まあね。うん、元が取れないし。そうだよね。ハゲおじさんお帰り。わかんない。
あ、バイカーだ、かっこいい。これでしょ。わからん。腹減った。マジで腹減った。鼻のいい匂いする。なんだろうこの鼻。すげえいい匂いする。これ誰か名前わかる？これ。すごい匂い強くていい。うん。帰ってない。帰ってない。どこ行ったかさっぱり。あの人連絡もないんだよ。嘘。LINE のやり方わかんない。スカイプは導入してない。どうしようもねえな。だからツイッターのダイレクトメールなんだけど、携帯充電中で使えないとかね。いや、どうすんの？はぐれたらどうしようもないじゃん。そのままここに。言えるのはどうだっけ？あれだ？いたいた。どうします？はい、すいません。お腹空いちゃうなと思って、はい。スキヤとか、はい。マジヤとか、なんか、牛丼系、はい。これ、ジャスミンじゃなくねえか？これなんだろう？これがジャスミンなの？うん、そうだね。え、これジャスミンなの？いい香りのやつだった。うん、いい香りイコールジャスミンではないよ。小さい花だよ。そうだよ、ね。なにロハコさん、いい花の匂いがするとジャスミンって言うと思ったの？うちの近くにも咲いてて、うん。シュート目がこれは、なんとかした花よって言ってたよ。おー。じゃあよ、ジャスミンっていう花があるんだよ。これ何なんだろう？このすごい小さい花。なんだろう？小指の先ぐらいしかない花。なんだろう？ジャスミンかな？すごい良い匂い。大丈夫か？具合悪いんで車に戻ってきたんだけど、具合悪いってしまらない。なんだけど、ハジさんがいないんで車に入れなくて。腹減ったなぁ。ここでくたばってたんですか？ハジさんの連絡網がないんで。そうね。お父さんのこれ。どれ？あ、どこにあった？ごめん、ありがとう。あ、やば。ありがとう。沖縄のやつが取れてた。あぶね、これ6万すんだよ、買ったばっかで。やば。早速なくしてるわ。あんちゃん、そういうの失礼だよ。お台場見せないよね。まあ、ここはね、上級国民が住むところだから。庶民は立ち入ってはいけない聖域だから。庶民なんてものは、指を加えて景色を眺めるしかない。上級国民の、上級国民の聖域だから。天竜人が住んでる。日本の天竜人が。アベリアって花？サンキュー。綺麗だった。その、転換、あ、もう来るってわかるんですか？あ、わかる。あ、わかるんですか？わかんないのは、年に2回ぐらい。それが現実っていうか、それを言うのは失礼だよ。今んとこ大丈夫です。ちょっとやばい。いや、急に来る。心臓が痛かった。心臓も悪いんですよ。昔120キロあってさ、本人の前でそれ言うのは失礼じゃない？心臓に来るよって人として休ないと、人として間違ってるよ。痩せたけど、やっぱ心臓アイテム飛ばないのは俺の実力だから。糖尿と心臓は関係ないですよね。そう、アイテムが全てじゃないよ。バイクでとっさに来た人がいるんだよね。ね、すごいよくない？バイカーか。怖いでしょ、そういう車がやってると。
で信号機私たちを捨てないで。さっきのイケメンいなくなっちゃったじゃない、アジさんがいなくなっちゃったから。あ、3人組、うん、大学生って言ってましたね。真ん中がかっこよかったね、2番目黒で。慶応なんてどれもよかった羨ましいぐらい小顔でしたね。羨ましいぐらい小顔でしたね。真ん中の子が一番可愛かったから。お前はロパコって言われてる。ロパコ、途中までのんけだもん。もともとゲイではないんでしょ。ゲイっていうかバイではないんでしょ。いや、もともとバイだった。え、そうなの、うん、え、男の人のセックスと女の人のセックスはどっちが先なの。セックスはしたことない。アナルは嫌い。ああ、まあだからそのシャブっていうか。ああ、やったのは女が先かな。ああ、でも男の方がいいんでしょ、老化さん。バイト、長期バイト行って、うん、そこでお手出しされて。あ、なに、開発されたんだ。そうだね。最初4人部屋だったんだけど、うん、2人僕が先帰っちゃって、うん、で、僕と2人になっちゃって、その大学生の子が僕にちょっかい出すようになって、うん、おもちゃにされて、それが病みつきになった。うん16歳の時にしゃぶられたの、しゃぶらされたの、しゃぶらされたんだ。うん、ああ、あら、あら、お風呂入ったばかり。なかなかないよね、そのしゃぶるのが病みつきになるってすごいな。だって毎日するやん。え、毎日？16歳の毎日、その先輩？同級生？18歳の先輩のチンコを毎日喋るんだ。ああ、え、性処理道具。性処理道具。そうそう。肉便器。相手は女も女が好きなんだけど、いないから僕の口で。すげえ話すな。ロハコ喋れよみたいな感じなの。ロハコじゃなくて。どんな感じで言われるの？角谷くん喋ってって言われる。またやろうって。今日は2回目とか。すごいいい話だな。なんかすごい教養番組みたいになったね。教養？うん、教養あふれる。NHK のドキュメンタリーみたいな。いい話だ。ロアコさんは気持ちよくなりたいとかあんまないの？しゃぶ、気持ちよくさせたいの？いや、相手が気持ちいいところを見るのがいいと思うんですよ。ああ。だから、行く瞬間とか気持ちいいじゃん、相手が。相手は気持ちいいよね。で、それをしゃぶりながら見てる、その気持ちいい。ああ、行くよ、行く、行く、行くって、その、なんていうの、最高に達するところをしゃぶりながら見てるのが好き。ああ。素敵な話だね。で、果てちゃった時もかっこいい。なんかさ、果てた時がかっこいいんだ。果てちゃって、ぐったりした。僕の口の中でだんだん柔らかくなっていく。あー、なに？フィニッシュの後も加えてるタイプだ。そうあのね、勃起し始めるのもしゃぶってるけど。全部含みたい派なんだ。そう全部を知っときたい。好きな人なら。なるほど。でも、のんちゃんがわかるわって言ってる。わかる。だから女子なんだろうね。しゃぶせんのろはこ。勃起してる時だけしゃぶるっていうのはなんかね、つまんない。
少女漫画みたいな話だね。ロカさん、俺はタイプじゃないんでしょ。男のタイプではないな。ね、うん、僕もタイプじゃないって言われますよね。言ってました。カルライトマンの使い込みの時も。でも僕が放送に行ったら乳首出してあれはわざとですよ。ダメだよ、ネタなしで。ロカさん、シャワー貸してって言っといてさ、いいシャワー、あれ冗談です。3回目ならいいんですけど、全部3回目でもいいです。3回目やさあ、多分味がないんだなって思った。いえ、大丈夫ですか。大丈夫。まともに食持ってないやつが億万長者になるのは無理。うんうんって言ったじゃん今。俺は無理だと思わないけど、つまむぐらいしかないですよ。つまむ、ポップしないよ。俺はタイプじゃないんだ。毛深いのが嫌いなんだったよ、ロハコさんは。嫌いというか苦手なんだよ。うん、苦手、うん、別にその人が嫌いならその人と接しないから僕。うん、うん、スタンドも壊れて、うん、友達食の俺も意味わかんないし、こういうとこに固定するやつ言ってるじゃん。はい、そう、もう俺配信で億万長者になるって宣言してるのに意味が、多分日本語はわかんないんだろうね。ツルツルが好きなんだよね。ナーボーが好きなんだって今。ナーボーのプリケツとさ、うん、ほとんどほぼ全裸見ちゃったのね。あー、違いっすね。あ、それで興奮したんだ。うん、それでもう夢中。もうまだね、プリケツがね、もうね、クッキー残ってんの、マッパとか全部残ってんの、映像に、僕の脳みそに、うん、焼き付いてる、うん、上書きしたくないの。上書きしたくない。そうそう、和藤さんに撮ってもらったナーボーの写真もさ、なんかもじ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 しながら、ロカさんがなんかもじもじしてるから、どうしたのって言ったら、おいよしゃん今日かっこいい、おいよしゃんって言うから、えぇ、って何がっつった。ナーボーさんとツーショット撮りたいです、和藤さんから言ってくださいって。いやいや、いいなよって言って、全然、あんたも有名人なんだから撮らせてくれるでしょって言った。違います、和藤さん、ピンの写真が欲しいです。ナーボーに、ごめんナーボー、写メいいって、あ、いいっすよっつって、ごめんピンなんだっつって、ピンっすかみたいな、変な人だなみたいな顔されて。ドレサーのとこ行ったらさ、うん、捨て頃で俺のこと全然相手してくれなかったよなっていう話になって。あ、あれはダメだから。なんでそんなこと言うのって。あれはもう嫉妬の豚だから。捨て頃の時も怖い顔してたからって言ったら、うん、当たり前じゃん。ダメダメ、あ、人ぶん殴ることしか考えてないんだから。人ぶん殴ることとパンチ避けることしか脳がないんだ。あんなのダメだよ。吹き矢とか待って矢とかあったら、あ、そっか、全然で、ナーボータイプなんだって。ロハコさん可愛いよね。ロハコさんをゲイとカミングアウトしてから、俺は乙女として見るようにしたらしい。そう、小学5年生のゲイだと思うようになったら、あ、小学5年生の乙女だと思うようになったら、すごいしっくりくる。あ、うん、ただ見た目はえげつないけど、中身は小学5年生の女の子だ。そう、乙女な。えげつないでしょ。若さんえげつないでしょ。ねえねえねえ、和藤さん、東京タワー見えてきた。嘘、どこ。真っ正面。左側。いいとこ。ロハコさん、あ、ロハコさんじゃない、リスナーさん、ほら東京タワーみんな見たいっつってたじゃん。ライトアップはされてないけど、ね、ライトアップされてるじゃん。いや、あー、もっと土日祭日は。すげえすげえ、もっとすごい実際に。うわー、いいねいいね、実際やっぱ東京タワーかっこいいな。中央分離帯に
うん、で写真撮る方たちも結構います。あ、そう。いや、もっと好きですけど、うん、もうちょっと好きですけど。かっこいいな東京タワー。好きやな。唯一全員ロハコさんが好きや好きやうるさいな。好きや好きやうるさいロハコさん。どんだけロハコさん好きや好きの。好きやうまいよね。うちの方さ松屋だから松屋。松屋よりも松。あれ？カメラが止まった。ちょっと待って、カメラなんでいいところ止まるんだよ。すげえ、やっぱ東京タワーだよな。やっぱゴジラが倒した東京タワー。このかっこよさ、なんとも言えないよね。このスカイツリーを倒すゴジラも見たいけどさ。うん、いやー、やだな、東京タワーだよ、やっぱ。あ、これもうね、暗いんですよ。3人乗ってるんですよ。顔でかいんでね、僕、ニコ生一顔でかいんでね。ナンパされたのかな。もうサダ君とも並んでるのに顔投げしね。エキアタ君よりもでかいもん。比べた。もう行ってやろうか。放送見に行ったらしゃぶってって。天井から。乳吸ってって。天井から打つか。カメライト感じちゃう。かっこいいな。かっこいいな東京タワー。絶対そうですよね。うん。スカイツリー、スカイツリーってますけどね。いや東京タワー強いやっぱ。圧倒的東京タワー。いや、これはいい映像だ。いや、東京タワーは本当にシンボルかっこいい。大好き。あ、おばあちゃん上がるよね。チョコ、風船ありがとう。入れる方と出す方かな。あれキュッとやりたいよね。あれさ、あそこまで行ってさ、縦にしてこない。かっこよさ異常だよ。やっちゃいますか。おやすみー、ユナンポン。生コンだったりしてね。なんかプラモデル作りたいもん、東京タワーの。あるのかな、東京タワーのプラモデルってあるのかな。誰かも。うん、部屋に飾りたい、東京タワーのプラモデル。東京タワーに東京タワー売ってるよ。へぇ、ちっちゃいとか。ロハコさんが怖いんですよ、ロハコさんが。アマゾンであったら欲しいな、作りたい、東京タワー。何か怖いさっきも、はい、ついでにそれだったらもうあ、また見てるよ、また見てるよ。なんだかんだ言って、僕のちっちゃいやつをチェックします。いや左に傾いてる。触れば大きくなるのかな。かっこよさ異常だよ。全然大きくならないよ。く膨張。うわー、かっけえ。かっけえ、マジで。やばいね、これ。よく普段はちっちゃいけど、膨張率が目で誘ってるよ。あー、見えなくなったか。ありがとう、みんな。いや、いいもん見れたね。いいもん見れた。火星方形とか見てるの？自分の気がいい。あー、じゃあ無理ですね、僕。ナボはおそらく。ズル抜けじゃない。ナボ、火星っぽくない？でも、ナボなら許せるな。あの顔と、あの声と、あの若さと。なんてなんか。もう許せちゃう。どなたか存じ上げないんですけど。キャスで思ってたんだ。あー、そうですね。僕は、実際は7さん、7さん、オカマの方、7さんですが、僕と同じ町に勤めてるで、仕事してるみたいなんですよね。嘘、アマゾンにいくらでどれくらいの大きさ。ロハコさん乙女だよ、本当に。はい、なんか分かるでしょ、はい、言われると、はい、そう。だから、みんなおっさんだと思って扱ったりとかするとおかしくなる。大使館とかじゃないの？何だ？わかんない。そこロシアですね。ロシア大使館。
なんだろうね、警備がロシア大使館ってすごいロシアと揉めてるのか、なんかいつもいます、いつもいつもこんなとこ来てんな、なんかもうここら辺、ここら辺、ここら辺しかないっすね、なんか値段も大きさもいろいろある、欲しいな、金玉でパタパタパタって打っちゃうお前にさ、ダーッと逃亡する、うん、かけないでそれを放送する、あ、何、やめてよ、やめてよ、こんなところ止まんの、これ渋滞ですね、多分やばいな、六本木ですよ、この先六本木、本木、ああ、あ、タクシー塞いちゃったじゃん、はい、もうタクシーだな、もう多分最終電車がなくなりそうなやつ、ちょっと12時です、12時、あ、最終電車がなくなってみんなタクシーってやつね、それかもうタクシー呼び止めてるかもしれない、どうします、迂回とかします、てか牛丼行って食べてるか、どこなんですか、牛丼、牛丼屋さん、東京好きだと思う、すっごい好き、あれだったら先俺下ろしちゃってもいいよ、え、うん、だってもうなくない、この辺で駐車できるところ、え、だって駐禁しちゃうよ、止めてあげるよみんな、ちょっと、いや無理でしょ、お弁当買ってってもいいんだよね、ああ、うん、じゃあ持ち帰りにしますか、うん、うん、あ、いやどうしよう、ロワークさんだけ買いますよ、ロワークさんだけ、うん、僕だけで、うん、ちゃんと3食食べてるんですか、ロワークさんは、朝昼晩2食だよ、2食だ、俺も2食だね、あ、ちゃんと食べてるんですか、2食、2食食ってますね、アジさんは、ね、あんまり食べないから朝食なの、一日一食エネルギーが足んないから立たないんだよ、うん、立たせるにはニンニクとか鍋なのに、ロハコさんオフ会やると大体女の子と絡んでるイメージあるけど、あ、女の子連れてくとずっと話してる、なんか女子会になってる、のんちゃんとさ話してる時もなんか女子会みたいだったもんね、仲良くなったもんね、うん、女子トークになっちゃう、うん、卑猥ネタだけどさ、うん、顔でね、聞いてるなとかね、見ながらですね、トークしてる一応ね、よく見ないと、うん、渋滞だからですね、この新しい、なんだっけ、ローソン、違う、これ、あ、プリウス、プリウス、車つけるんですか、これで、これでタクシーっていうのは珍しいよね、ですね、そういえば、そう言われてみれば、うんうん、新しいプリウス、かっこいいよね、見慣れてくると、はい、エヴァンゲリオンみたいで好きなんだよ、なんかトヨタにしては攻めたデザインだなっていう、はあ、売れてる車なのに、はあ、ですよね、うん、前のプリウス嫌いだった俺、丸くて、今のプリウスは攻めてるよな、ロハコさんやっぱ車なんか、ただ若者に乗ってほしいんだろうね、共感経験ある、ただよく見るから運転さんに、あの車はじゃあ一番新しいやつだよって、いやでもなんかロハコさん、いやトラック乗ったことありますね、多分トラック乗った、え、何これ協定、え、何これ協定飾ってあった、すげえ、あー、そプロドライバープロ、プロ、え、ロハコさんドライバーもやってたの昔、うん、へえ。だけど道がどんどん変わっちゃって新しい道ができたりしてだいぶ分かんなくなってきてるよ、だからあれなんですね、すごい、僕、あ、そうだあの僕今70歳までローンのマンション持ってるんですけど、え、70までローン払うの、やばっ持ってんすけど、いくらずつのローンなの、持ち家持ってたらあれいいのかな、今生活保護って受けれないんですよね、うん、受けれない今こういう話してる、あの70年ローンで生活保護の相談をロハコさんにするってなんか生々しいな、うん、生活保護は俺とロハコさん超詳しいから、そうなんですよ、ちょうどいたんで、え、ローンがあるの、ローンがあるよ、多分、受けられることは受けられるけど、破産手続きしないとダメ。破産です。うん。だから、そこの住みながらもらうことはできる、ちゃできる。
ただそれは資産でもあるから、その破産なり売却なりの手続きをしないとダメだから、弁護士さんに無料で相談しながらやってくれるよ。うん、あの無料で弁護士さん受けられるから、ホーテラスとかそこに相談した方がいい。なんか前に和道くんの放送をたまたま見てたら、うん、多分ニコ生だったんですけど、うん、ニコ生、うん、あの生ポケやられてたんです。あ、ここ六本木の街。俺生活保護だったよ。ですよね。去年まで。うん。なんか仕事をしてある程度収入もらっても生ポ抜けれないとか。抜けれないよ全然。なんか言ってましたね。あ、和道さん。こう六本木ですね、地方のリスナーさんに。うん、ああ。うん、六本木この前でも。ああ、すごい人いるな。金曜の六本木って感じだね。三連休。うん。三連休。六本木でーす。三連休だからパーリピだね、パーリピ。パーリピーボー。六本木人多いわ今日。あ、でも昔に比べたら人減ってるな。みんな六本木だよ。誰が生ポンプロだよ。え、じゃあ、え、今もう生ポンとかじゃん。俺今違う。あ、もう完全に配信で。今年から。うん。今年の1月1日に抜けたから生ポは。なんかちゃんと抜けたがってますね。抜けたがってたよ。だって嫌だもん。収入欲しかったもん。破産っていうのは、要は財産を持ってる人は生活保護を受けられないんですよ。破産で自己破産。自己破産か債務整理なのかは、その弁護士さんが相談したら言ってくれる。要は、そのマンションの資産価値が上がってる可能性とかもあるじゃないですか。はい、だったらマンションを売って、あ、松屋、あ、松屋を嫌いです。はい、すいません。うん、マンションを売って、あの、その余分なお金が資産になるから、それで生活しなさいっていうかもしれないし、はい、もし赤字なのであれば、売却処分をして、はい、で、破産宣告をして、生活保護っていう手もあるだろうし。地元真っ暗、マジで。しよこ。今日は人少なかったね。歌舞伎は最近人気ない。歌舞伎じゃねえや、六本木は。精神病の鑑定とか受けたこと、なんかもらったことありますか？障害者で2人とも手帳持ってる2人とも。あ、そうですか。うん、でも精神病イコール生活保護を受けられるっていうのは関係ない。関係ないんですね。関係ない。うん、なんか誤解してる人がいて、精神病の手帳持ってると受かりやすいとかなんとかとか言ってるの、あれは全部嘘、ネットに書いてあるの。あ、そうですね。なんかリスナーさんもなんか、うん、僕ですね、ニコ生見出したきっかけが2015年3月月末から見出したんですけど、2015年3月奥さん亡くしてるんですよ。うん、病んでたんで、うん、その病んでる精神に戻って、うん、精神病院かなんか通えば、なんか、失禁なんか、なんかもらえるんじゃねえのとか言われたことあるんですけど。なるほど。もうその一回、その奥さん亡くして、うん、どん底っていうか、もう後追いまで考えたんですけど、うん、そういう精神状態を記憶しで覚えてれば、またそこの、精神に戻れるんじゃねえかって。その状態。作病じゃねえか。その状態に戻したまま病院に通ってれば。作病だよ、作病。そう。あの、すぐ手帳もらえるわけじゃなくて、あの、通院期間があるの。もちろん。だから作病なんて無理よ。だって2年間医者騙し続けるなんて絶対無理だから。無理ですね。うん。だから、作病作病とか言ってるやつは何も分かってないやつ。オリジン弁当ってあるんですか？あれ？オリジン空いてる？あ、違った。全然違う。全然違う。信濃町の駅とかラインないんですか？まあ、5分
分ぐらいすれば信濃町ですけど、あるか、疲れちゃいましたね。で、あじさんの方が心配だって、明日話があった片側まで帰る。あ、僕これ国道246って言うんですけど、うん、右だ。これ1本で帰りますんで。家まで246続いてる。はい、ずっと、はい、秘密の親のあじとまでここらへん来ちゃうんですよね、うん、いつも配信で途中でサウンドオンリーにしちゃった。親父の家がバレるからなんで見てたんですか。だわ、ずっと見てるって。乳首見せないでからずっと見てるよ。もう次いつ乳首見せられるんだろうとか、また吸ってっていつ言ってくれるんだろうとかさ、うん、あ、そういうことでちょっとよ危ない。あ、そっか、あれは誘ってる。だから今僕と和道君が2人が「ロハクさんしゃぶってください」って言ったら泣きにしてもあるんですよね。泣きにしてもえないの。いないな。俺は嫌だ、しゃぶりたくない。いや、そういうんじゃないよ。お腹触ってみたいとか、おっきしてるチンチンを触ってみたいとかあるけど、ね、あ、そういうことか。要は、うん、自分でいじくり倒して楽しみたいんだ、好きな人の。好きな人じゃなくてもおっきしてる、ちんちん触ってみたいし、先走りぬめぬめいじってみたいしとかあるよ。先走りっていうの、そういうの専門用語使われてます。あの透明な液体。我慢汁って我慢汁、先走りっていう、先走り、うん、我慢汁のこと先走りってなんか、まあ、すげえかっこいい。なんか危ねえ、消防車が来た。やばい、消防車が来ましたね。やばい、先走りって聞いたことある。みんな我慢汁のこと、右折だから曲がっちゃった方がいいよ。カウパー君のこと先走りって言うんだ、うん、なんかね、武道の必殺技みたいな、小武道の技みたいな。のんちゃんなら先走りって言葉知らない。のんちゃん、うん、わかんないけど、のんちゃんが、のんちゃんがさ、ほら、うん、和道さんのしこったりしゃぶったりしたっていう話して、うん、興奮してたもん。変態だな。聞いてそのシーン見たかったとかさ思ってる。AV とか女物見るの？見ない。男物？うん。AV は見ないよ。あんまり見ないんだ。うん。あ、外国に流れてる外国サイトに置いてあるさ、うん、もう男のしこってるシーンだけにさ、ブレーキ間に合うね。ブレーキ間に合う。すいません。ブレーキ。あ、スピード出しすぎ。じゃあ、どうせ行けんだろうなと思って余裕こいてたら行けなかった。行けなかった。行けなかった。今。あれ、信濃町ってないんですか？今、パトカーがそこにいるよ。いや、ロハコさんとバドウ君が乗ってたら、なんかもう守られてますから。守られてますから。守られてますからね。俺に川崎洋平君がいたらもう最強ですよ、多分。洋平君って何やってんの今？放送やってんの？ああ、めったにしてないかな。たまにやってんの？今日放送してたよ。あ、そう、ニコ生？うん。なんか洋平くんがなんか今どうなってるのかちょっと興味ある。でもなんか放送時間が変わる。前は結構早めにやってましたよね、うん、午前中お昼を。というかそれが6時間でも7時間でもやってたけど、最近は2時間ぐらいが精一杯で、うん、1週間に1回放送するかしないかで。へえ。え、働いてんの今？働いてはいないけど、前の支援者さんの、うん、貸してくれた別荘は、うん、買い物が不便だからかなんかで、うん、出ちゃった。あ、そうだ、今どこ住んでんの？わかんない。わかんないんだ。僕は聞いてない。どこですかって。あ、ロワコさん、川崎洋平君。川崎洋平さんに僕嫌われてるのかな。あ、嫌われちゃった。じゃあ嫌われてるっていうか、付き合いがないんだわ。俺、洋平君とあるよ、全然。じゃあ、僕が、和道君と仲良くさせてもらってれば、会えるチャンス。え、洋平君全然連絡取ってない。だから、あれ、最近わかんない。え、本当にいいんですか、ファミマで。洋平くん、昔は結構絡んでたけど。川崎洋平くん知ったの遅いんですけどね、僕。はい、全然、あんま。全然洋平くんも古いよね、結構ね。全然ですよ、全然。
何僕を何気なく映してるのね、うん、恥ずかしいじゃないか隠し撮り本当乙女ですね。もう僕アジさんのさ股間何回見たかさっきからないですよ。ほんとちっちゃいんですよ。ほんとちっちゃいんですよ、ね、寄ってる側がもう分かったね。ほんとちっちゃいんですよ。いや、大きかったら絶対遊んでると思いますよ。大きかったら、うん、今放送されてるんですよね。やってるやってる、うん、俺は放送してないことが珍しいぐらいだから、うん、俺と一緒にいるときは大体回ってると思ってもらえたら。本当ニコ生から他の行っちゃった生主さんとかの全然見ないんですよね僕。ほーん、うん、ニコ、あ、まあそういうもんですよ、うん、でもまあもうニコ生も面白くないっすよ、うん、全然他見てみると分かりますよ。結構普通になんか生主をやるようになって、はい、生主さんやるとなんか生主と知り合いっていうかなんか、はいはい、総合フォローとかしだすじゃないですか。いや僕フォロー誰もしてないです。いまだにツイッターもフワッチも誰もフォローしてないです。あ、そうなんですね。フォローするの嫌いなんですよ。あ、で知り合った生主さんとか全然放送しなくなっちゃったとか。ああ、まあ悲しいですよね。同期がいなくなったりとか、なんかいなくなっちゃったりすると。うん、最近では戻ってきてますね。なんか引退した人がニコ生見なくなったよね。リスナーさんもそうでしょう。だってお金払って毎月500円払わない見れないじゃないですか。ツイキャスもフワッチもタダで見れんすもん。ですよね。うん、しかも延長も無料だし配信者から言わせれば。あ、フワッチってそうなんですか。あ、フワッチはまあかかりますけど、ああ、うん、あ、ニコ生みたいにかからないみたいな、うん、クルーズとクルーズ待ちが20人しかいなかったの。やば、500円払って配信しなきゃいけない意味が分かんないよね、ああ、よくよく考えると、うん、でも俺の場合すぐバンになるからだいたい2000円ぐらいかかるんですよ1ヶ月に。2ヶ月、ね、1ヶ月で2000円かけて配信やるのと、金もらえて配信無料でできるのどっちがいいって言われたら、金もらえた方がいいっすよね、やっぱ。もう終わったよね。うん、ニコ生に何の未練もないもん。もっと早くやめとけよかったぐらいに思ってる本当に、うん、あ、ここ電波ない。え、電波ないとこなんてあんのワイマックス本当使えないんですよ、ワイマックス。え、僕ワイマックスだけど使えてるよ。アジさん的に福君家送ってから新宿送った方が近いじゃん。いやいやいや、僕を和道君と二人にしないでくださいよ。俺もできればできれば先に送ってもらいたいかもしれない。そう、うん、超緊張しますよ、うん、でいや二人とも初対面ですけど、うん、初対面だけど絡みがないから何話ずっとリスナーだったんですよ、うん、そうですね、ニコ生、はい、和道君のフワッチでもリスナーですか。あ、でもフワッチは見ないんですよ。だからそう、だから、ね、あれだから、できれば俺。アイラさんのとこ好きなんですけど、うん、たまたま朝方にやって。なんでフワッチ見ないの？なんか知らないですけど、ニコ生つけっぱなしのまんまなんですよ。いや、俺もそうだったよ。うん。見るようになんないとわかんないんだよ、多分。ニコ生ね、もう終わんな。いや、もうほんと終わってる。
ってる。あのオワコンってネタで言えないぐらい終わっちゃった。終わってるね、うん、っていうか大手配信者が別配信サイトにどんどんいなくなっちゃってる、うん、面白い人がいないんだもん。野田総理ぐらいじゃない100レメ超えててチャンネルじゃないっていう。あ、まあ野田ぐらいだろう、うん、ですねですね、うん、であの川崎洋平さんも放送しなくなったからレベル伸びないし、うん、サノッチも放送してるけどみんなに飽きられてる、うん、あサノッチは根本的に面白くないまあね倍名倍名で伸びたからね。伸びたっていうか、うん、伸びてないでしょ65くらい。あ、今65くらいやんな、うん、今なんかでもなんか他のサイトでゲーム配信とかやってます。あ、そうなの。やっぱ他のサイト行っちゃうの。あ、黄色だ。さっき言った。そりゃな、動物キッチンがふわっちをミラーするわ。そういう時代だわな。うん、ニコ生民がかわいそうだよ、ほんと。運営が仕事しなさすぎて、うん、仕組みとかはすごいのに運営がバカすぎる。そう、メガネ変えたからそう見えるんだ。全然普通だよ、うん、じゃあ目的地は新宿。うん、そうですね。バドウ君、バドウ君、カツさんがバドウさん。いや、組んで全然いいっすよ。やばい。メガネいい？うん、ありがとう。ダメだよ。声出しちゃった。自分で。やべえ。誘ったじゃないか。元カノにかっこいいって言われるかな。まさか。すげえ。言うわけないよね。初見さんいらっしゃい。コメントありがとうね。もしよかったらフォローしてて。気持ちはあっち行っちゃって、尻尾虫とか。人跳ねちゃったとか。え、僕かって潜ったり。さっきのあれだ。本当はね、目悪くなんで嫌なんだけどね。また別のところで火災ですかね。でしょうね、うん、だいたい火を使わない時期に火事っていうのは料亭とかそういうもんしかないよね、火を使うお店、うん、焼き鳥屋とか火がボッと出そう。フォローありがとう。和道くんは引き続き配信者としてずっと、うん、あそこなんだ、行けるところまで。いや、配信で10年以内に1億円目指してる。あー、目指してる。で、俺の夢は別に配信で大手になりたいとかじゃなくて、マイケル・ジャクソンみたいになりたいですよ。あの、ジョン・レノンとか。え、ジョン・レノンとマイケル・ジャクソンってどんな感じ？違う、だからもう世界中の知ってるスーパースター。あー、なるほどね、うん、っていう比喩。うん、例え街歩いてたらもう絶対うわーってなるぐらいの、うん、ニコ生でなんかね、その横山みどり君のがすごいですけど、うん、外配信って別に一般人の人がなんか、そう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 、声かけるとか別にないですよね、うん、っていうか一般人は知らない、知らないんですよね、うん、僕も外配信してて、ね、リスナーさんが過疎ですけど、知ってたら何々さんですよねって言われるよ。絶対声かけてきますよね、うん、それがないんですよね。横山みどりだから暗黒放送が好きじゃないとニコ生の人でも放送者も暗黒って何って聞かれる。まあそうだよね、うん、深夜庁とかすごいよ。金梅さんとかやっぱキャス有名になってる人普通に声かけられる、一緒に歩いてると。ニコ生の横山みどりネルさんとか見てる人がサブカルっていうか珍しい人だもん、もはや。だから昔で言う2チャンネラーみたいな、2チャンネルってやるもんなんだみたいな、若い子からすると。20代がそんなにいないね、うん、
20代なんか知らないよ、ニコ生を。いや、やってる奏者はいるけど。もうごく一部だよ、超珍しいよ。でも、人に来てないのね。来ててもコメント一つもしないとか、したところで返事も返ってこないとかね。保健さんいらっしゃいも何にもない。保健でグッとしてる。あ、アジ、アジ、アジさんは、さ、僕が来たらいきなり乳首出してさ、スッテ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 。普段僕、ほんと加速を生じゃないコメント読まなかったりするんですよ。一人でなんか変なことをしゃべったり。結構来てたじゃん、きっと。さあ、おばあちゃんが応援してくれてるんでさ。あ、僕、街プラプラするんで、新宿駅ですよね、この辺。はい。この辺でいいっすよ。あ、本当ですか？はい。まあ、適当に左につけちゃって、はいはい、あっち渡ってからね、渡ってからの方がいいと思う、うん、ここ左折車線。まあ俺もそうだよね、やっぱ配信始めようと思ったきっかけがうなちゃんマンだから、ある意味だからリスナーやったことなかったんですよ、僕配信が初めてなんですよ、配信と携わりが。YouTube でうなの動画見て、俺もやってみようみたいな。そういうリスナー性ですね。YouTube で横山みどり君を見て、うん、でニコ生を見出しました。見出すきっかけ。あそこ入らないで、もうちょい進んだ方がいいかも。あ、そう。うん。バッサのところら辺で降ろしちゃった方がいいかもしれない。今どこ？いや帰る。なんか新宿プラプラしようと思って新宿で降ろしてもらう。じゃあこれですかね。うん。これ南口。うん。この辺でじゃあ。ああ、さようなら。とんでもないです。ありがとうございました。ロコさんありがとうね。はい。うん。また。寂しい、寂しいかもしれないですか。あ、僕はいつでも LINE で連絡できる。そうそう。結構よく会うんで、頻繁に。あ、そうです。うん。いや、ほんとに。あ、いえいえ、とんでもないです。和藤さんちのお土産もらって。また持ってくるよ、俺。うん。すいません、お邪魔しました。はい、すいません。ありがとうございます。今日配信でもですね、残ってた、ちょっと、お金とかで来た。あ、全然全然。はい。ロワグさんも知ってるんですけど、はい、最後で無免許不正状態なんですよ、実は。え、何？無免許不正状態、免許証不携帯なんです。あー、はいはいはい、よいっす、ありがとうございます。はい、握手してもらっていいですか。あ、はい、あ、左手やんなきゃいけないから。よいっす、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、すいません。もうまた、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、どっかですか。はい、ありがとうございます。何食おうかな。歌舞伎町の方行くか。どうしよう。これって下くぐれないんだっけ。どうにか。今から晩飯だね。プラプラ歩きながら飯でも食おうか。昨日ね、こうめん食ったんだよ、実は。でもね、こうめん食ったんだけど、こうめん嫌いになる、あんなに好きだったのにこうめんちょっと嫌いになりそうで、店員が厨房で味の素の袋を鍋にダーってすげー入れてて、マジかと思って、俺あれからこうめんなんか引いちゃったんだよね。それは絶対見せちゃいけないでしょ。味の素の袋切って塊をダー鍋に入れてて、マジかと思って、そう、絶対見せないでほしかった。いや、もう引いた。俺こうめんちょっと足遠のくわ、多分。それは裏でやれよと思って。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。